グレイトの分だけグレイトな長さにやめる。僕もねグレイトの長さないとやっぱり。フルート奏者の川口明です。ホルン奏者の山田圭介です。今回2月の、定期演奏会とそして東京公演の、はいオンラインプレートークをさせていただくことになりました、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。指揮者が、マティアス・バーメンさん、うんね、そして曲は竹光徹さんの雨ぞ降る、うん、2曲目が、モーツァルトの、フルートとハープのための協奏曲、そして、3曲目がシューベルトの、交響曲ザ・グレートとなっております。はい、2022年度の定期演奏会のテーマが、うん、水というテーマになってまして、うんうん、はい、まあ1曲目の竹光さんはまさに雨、そうですね、雨ぞ降るということで ね、そこがというところ、ね、水のテーマになってますが、はい、まあ僕が考えるに、はい、今回のこの定期演奏会の聞きどころ、はい、ここを聞けっていうのをまずねバーンとこれで一つ考えるんですね。今回このプログラムはですね、音の響きの、違いとかあと変化、うんうん、この1曲ずつの中でもそうですし、この3曲通してもそうですしっていうのを楽しむためのプログラムなんじゃないかなと思ってます。雨ぞ降るは15人しか演奏者がいない、室内オーケーですよね、はい、まさにそこからね、うん、ザ・グレイト編成としては大きめですね、かなり大きトロンボーンも入ってますし、そうですね、うんうん、それぞれの曲で響きが違うと思いますね、うんうんうん、そうですね、まあ一つずつちょっと、はい、そこを、解説していきましょう。はい、はい、まずはじゃあ、はい、竹光さんの雨ぞ降る、はい、まあ竹光さんといえばやっぱりフルートハープ大好きですよね。そうですね、作曲でも、海へ2そうです、ね、やりましたね、2って言うんですかね、はい、はい、2、1、2、3とありますから、ね、3つありますから、あれもやったりしますし、やっぱりアルトフルートハープ、はい、今回も、はい、そうですね、スコア見たらだから最初から結構アルトフルートで、そうなんですよ、こうアルトフルートの、1人でスタートするんですけど、うん、これちょっと詳しい人にお話を聞いたんですけども、うん、はいはい、最初の音が、うん、ラのフラットで始まるんですね。牧神のオマージュって言われてまして、なるほど、牧神って最初ドのシャープの音から始まる、うんうん、フルート全部の穴を開けた状態、うんうんうん、どのシャープ、うんうん、でちょっとピンボケしたみたいな音になるんですけれども、うんうんうん、それをちょっと模倣してじゃないですけど、アルトフルートは、うんうん、芸感っていう感なんですね、はいはい、だから普通のフルートは正感ですよね、正感ですね、ドレミファソラシドと指を動かしたら、うんうんうん、ドレミファソラシドとなる、アルトフルートはドレミファソラシドって指を動かしてるつもりでも鳴ってる音はソラシドレミファソになります、ね、でこのアルトフルートの全部離した音ってのが、うん、ラのフラットなんです。おお、なるほど、そうかそうか、少しじゃあ、はい、ぼんやりしたって言ったらおかしいですけど、そうですね、ぼんやりしたとこから始まってなるほどというふうな曲になっています。なるほど、かなりそれぞれの奏者に、うんうん、ソリスティックな要求をされている楽譜だなというふうに、うんうん、そうですね、ちょっとスコアとかを見ながら思いましたけれども、うんうん、やっぱりフルートが竹光さん一番お好きなんですよねっていう、ね、ふうに見えましたね、うんうん、指使いまで書いてあるね、トリルが書いてあったりとか、あれカラートリルとかいう言い方するんですけど、うんうん、大体同じ音同士のトリル、微妙に違うんですけど、うんうん、それをなんか並べるとなんか鳥の鳴き声みたいな、ホロロロロみたいな、綺麗なトリルじゃないんですけれども、これも竹光さんの曲をやったら必ず出てきますね。そうなんですね、はい、多いんですね、はい、竹光さんの曲、はいはい、たまに指間違ってたりとかして、これじゃ出ないとかっていう、へー
あって、それをなんか探したりするのも竹光作品を古い人がやる時の、まあ、楽しみだったりしますね。海へのワンをやったことありますね、はいはい、ギターとアルトフルートとギター、はい、2はね弦楽オーケストラですけれども、ね、ワン、ね、うん、はもともとオリジナルはそのギターと。あ、そうなんですね。へえ、それは1回やったことありますね。なるほど、はい、なんか聞くところによると面白いね。これ先ほど言ったあの詳しい方、現代音楽界隈ではあのゾフルって言う雨を省略しちゃうんですね、はいはい、竹光さん結構、はい、雨ってつく作品が何個かあって、雨の木という曲と、はいはい、夢見る雨というのがあって、まあ雨で言っちゃうと要するにどの作品か分かんないということでその界隈ではゾフルゾフル、ゾフルというふうに。なるほど、初めて聞きました僕も初めて聞きましたけれどもじゃあね、皆さんもこれを見た方は、はい、1曲目ゾフルだよねって言って、ね、ゾフル、はい、2はゾフルですか、そうそう、2ぶってぜひ楽しんでいただければと思います。これどうやって音出してんだろうみたいなのが、ピアノにピッチカートとか書いてあったりするんですよね。まあきっと内部ピッチカートってですよね、はい、普通は弦楽器をこうやって指で弾く奏法ですよね。ね、だから内部奏法ってやつですね、うんうん、多分蓋開けといてその蓋の中の弦を弾くんですね、弾いたりとか、うんうんうん、なんかそういうこととかをやってちょっと僕らもどんな音が出るのかはリハーサルしてみないと分かんないところがありますね。ピアノの弦ってスチール弦じゃないですか、はいはい、でホールの曲でも実はそういう曲あるんですけど、へー、ホールによってはその素手で触るとこう指の指紋とか跡がついて錆びるからやんないでくださいみたいな嫌がるあのホールというか、そうですね、あるってことなんですけどね、確かに今回はやらせてくれるんですかね。そうですね、それは北良さんがね、まあ、どれだけピアノを持っているかということだと思いますけれどもたくさん、まあね、うん、多分そこも、ね、目で見て楽しめるポイントですよ ね、 ですね、楽しみにしていただき、はい、また配置もちょっと独特で、うんうんうん、上手側が管楽器、うん、で下手側、左側ですね、うん、こっちが、はい、下手側に、弦楽器と、打楽器とかピアノと打楽器と、ね、ピアノとかですね、はい、うんうん、これがまあ一人ずつという、ね、弦楽器も一人ずつですもんね、なかなか大ホールで見ない、ね、本当ですよね小ホールかなって感じですよね、そうですよね、っていうところも、うんうん、まあ、多分かなりオーケストラの演奏会としては、うん、見物なのではないだろう、ね、うん、と思いますね。ゾフルは作曲初演だそうです、うんうん、ね、作曲といえば竹光みたいなところありますけど、意外と意外と初めてなんですね。そう、まあ、多分やってない作品いっぱいあるんでしょうね。そうですね、まあ、比較的これも初期の作品ですからね。そうですね、82年に初演っていうことなので、そうですよね、だからまあそういうこともあって今回初めてなんですかね。うん、そうですね、4月にやりましたね、軍刀とかであれも似たようなやったり、あと僕が覚えてるのはあとヒタルで波の盆、そう、あれいい曲ですよ ね、 ね、あれいい曲だよね、あれやった時にそれこそおたかさんでしたよね、あの時、はいはい、おたかさんが竹光さんのお話をされてたのをすごく覚えてて、なんか波の盆を結構綺麗な、まあ、調整少し感じられるような曲で、はいはい、そうですね、ね、綺麗だなって感じで終わっちゃいそうなんですけど、まあ、僕も実際お会いしたことないし見たことはないんですけど、はい、すごく小柄でなんか小さいんだけど音楽とか中に持ってるものはすごく熱くてこう、うん、クレッシェンドとかね、もっと劇的に、ね、もっと激しくっておっしゃってたのをすごく印象に残ってますね、うん、竹光さん、はい、僕は竹光さん作曲初めての定期、うん、
確か竹光作品そうかだったと思うんですよね。系図小坂さんにやりましたね、はい、系図をやってすごいあれいい曲ですよね。本当にそれ確か山田さんはいらっしゃらなかったっていうのを覚えてますなんか留学のご準備をされているっていう都合でいらっしゃらなかったのだけ覚えてるんですけどありましたね、そんなことを切っても切れない縁ですね、うん、作業と。そうですね、やっぱり竹光さんといえば、もういずれきっと竹光チクルスっていうのを、ね、面白いですしね、やってほしいと思いますね、うんうん、ただなんか多分フルートへの負担が尋常じゃないそうです、ね、気がしますけれども、そうですね、アルトフルートも何度も誓いますね、はい、きっとね、はい、でもまあちょっとね、たまにやってみたい一つですね、うんうん、そうですね、いずれね、確かに、フルート、うんとハープのための協奏曲ですね、うん、フルート吹きにとってモーツァルト の、うん、こういう協奏曲、うん、オーケストラと共演する作品って、うん、3曲ありまして、うん、1番、うん、ゲードゥアという都庁の協奏曲と、はい、2番、のデードゥア二丁調の協奏曲、うん、これはオーボエコンチェルトとほぼほぼ同じ、はいはいはい、まあ、書き写しと言われてますね、うん、とこのフルートとハープの協奏曲で、まあ、オーケストラの入団試験なんかでは、うん、このモーツァルトの協奏曲、うん、の1番と2番はよくやるんですけれども、うんうん、フルートハープはハープがいないといけないので基本的にはあまりやらないんですけれども、ね、フルートの人はみんな多分、ね、こう思ってます。フルートハープが一番いい曲3曲の中で、まあ、3曲の中モーツァルトってフルートすごい嫌いだったらしいんですよね。言いますね、はい、竹内さんは大好きだったけれどもモーツァルトは嫌いだったらしくて、フルートだけの協奏曲の方っていうのは、うんうん、何曲か依頼されてたけど、うんうん、筆が進まなくて結局書けたのは1曲だった、ね、我慢ならない楽器とかお手紙に書いてたみたいなんですけれどもこのフルートハープだけはちょっと時期が、うん、あ、違うんですか？書かれてる時期が違ってて、生徒 の、 結婚式ために、まあ、作ったと言われてて、まあ、これはきっと演奏してる側の気持ちなんですけれども、うんうん、演奏してる時の幸せな感じというか二楽章なんてもう本当に、うんうん、まあ、オペラみたいな、まあ、メロディーラインでもう本当ならオーケストラの入団試験もこれでやってほしいくらいです、うん、フルート吹きとして今回の、まあ、ソリストとして、ね、ね、カール・ハインツ・シュッツさんと吉野直子さん、うんうんうん、お二人で、素晴らしいお二人、素晴らしいお二人です。シュッツさんは今年の初めのニューイヤーコンサート、うん、ね、ね、毎年ミヒルがやってる、ね、はいはい、でもまあ今年出番で出演されてて、うんうん、すごい楽しそうに吹いてらっしゃる映像をご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、うんうんうん、何回かライブでも聞いたことあるんですけども、あ、そうなんですね、僕がまあ学生だった頃とかって、はいはい、まあ、フルートといえば、うん、エマニュエル・パユだみたいな時代だったんですけど、はいはい、パユとは全然タイプが、うん、系統が違うんですよね。どんな雰囲気なんですか？まあ、パユももちろん、ベルリンフィルオーケストラで働いてるんですけれども、うんうん、でもやっぱり根幹にあるのはこうフルートのソロとしての、うん、あ、ね、一人で、はいはいはい、のパフォーマンス、はいはい、に対してシュッツは結構、うん、オーケストラプレイヤーだなっていうのがすごく分かる、うんうん、和声の感じ方だったりとか、はいはいはい、僕結構オケ大好き少年だったので、当時何も分かんない僕ね、はいはい、パユより上手いやつがいるじゃん、あ、とか、なるほど、なんかそういう、ね、なんかおこがましいことを思ったのをすごく覚えてますね。あ、そうなんですね。前回札幌にいらっしゃったのは2012年だったんですね。 PMF あ、もう10年ぐらい前になるんですね。そうですね、10年ぶりの共演ということになりますね。楽しみですね。前回はモーツァルトの、フルート協奏曲1番だったそうですね。多分やっとフルートハープができるって、うん、楽しみにしてらっしゃるかもしれないですね。思ってらっしゃると
思いますね。ハープの吉野さんは、確か、ポンマさんの指揮でアランフェス協奏曲をやりましたよね、はいはい、吉野さんはねそれ以前にもあのフルートハープで作曲いらっしゃってたりとか、ハープ奏者にとっても大事な曲だと思います、うんうんうん、フルートは管楽器、はい、ハープは弦楽器というか、ね、はい、発弦楽器というか、はい、うん、発音帯が違う組み合わせのコンチェルトってそんなにやっぱり多くないじゃないですか。やりづらさとか、あとはもしくは逆にあの面白さみたいなのって何かありますか。そうですね、うん、フルートとハープっていう組み合わせって現代だと結構一般的だと思うんですよ、ね、ああ、まあそうですよね。なんかサルルの女のメネットだったり、そうです、ね、カルメンの感想曲だったり、はい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 、フォーレのシシリエンヌだったり、うんうんうん、小舟にてドビュッシーとか、はい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 、あの今はまあフルートといえばハープセットみたいなところがあると思うんですけれども、おそらく一番最初にこの組み合わせやったのはモーツァルトなんじゃないかなと思う。当時のハープは今みたいに機能的じゃないので、あの結構制約もあったと思うんですけれども、まあそれを感じさせない、こういう曲を作ったからこそ一般的にハープ伴奏でフルートのソロでこういうものがよく見られるようになってるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけど、きっかけだったきっかけだったと思うんですけれども、ハープと一緒にやることに苦労したことはないので、というのは多分フルートっていうこうまあ楽器、笛ですね、笛もハープもかなり古代から形は違ってもあるものだから、あの実は遠い昔からその組み合わせって、そうですね、残ってないかもしれないけどあったかもしれないですよね。そうだと思うんですよね。で、あのまあクラシックのこの世界にこういうふうに大々的に持ち込んだのがこれというだけで、あの実は苦労する楽器ではないと言いますか、組み合わせはね、組み合わせ的には音の発音が、もちろん違うんですけれども、それによって実はあのお互いのいいところをこう引き立て合える、まあパートナーというふうに、フルートの人はハープのことを思っているんですけれども、ハープの方はちょっとどう思ってるかは分かりませんけれども吉野さん聞いてみましょうかじゃあいや聞かない方が夢を壊さない方がいいかもしれませんねフルート奏者の前半2曲は、まあ、まさにフルートとハープのための2曲といいますか、まあ、フルートハープにまつわる2曲ですよね、つな、ね、がりとしては、はい、またこのフルートの、好きな作曲家と嫌いな作曲家が、それぞれどういう扱い方をするのかというところもまあ一つ面白いポイントかもしれませんね。後半のシューベルト、はい、まあ、ここはまあきっと多分バーメットさんのこのプログラムの意図としては、まあモーツァルトのコンチェルトも程度はいわゆる波長調ですよね。でシューベルトもいわゆる程度は波長調、まあそこでつながってるのかなって気はしてますが、なるほど、はい、まあ同じ波長調でも、まあやっぱり全然違いと言いますか、全然違いますね、まあ、時代も違いますしね、はい、シューベルトの、聞きどころ、この今回の、響きの違い変化というところですね、はいはい、やはり、和声、和声、和声、もう何といっても和声がグッとくるんですよ、はい、ホルン吹きとしてもそうですし、もちろんホルンが吹いてないところも、はい、もうグッとくるポイントがたくさんあるんですね、シューベルト、はい、ね、そういうところだけしかないみたいなはい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 、そうそうか和声の移り変わりの幸せが永久に続いていくみたいな、うんうんうん、これすごいなって思うんですよね、うんうん、グレートっていう、まあ、由来の話に少しになっちゃいますけど、うん、いわゆるもう一個チェードは、波長調の交響曲がシューベルトあるので、はいはい、それ比べて長さが大きいからグレート、はいはい、大きい交響曲だっていうふうに名前がついたんですけど、はい、本当に長いですよね、本当に長いですね、あの50分60分ぐらいありますよね、そうですね、どういうふうな繰り返しの、まあ、量によってちょっと変わってくるんですけれども、グレートができたのは1800
1825年ぐらいらしいんですけど、25年26年とか、はい、まあ大工もね、ベートーベンの大工もあれ確かに60分超えてきますけど、あれはまあやっぱちょっと規格外が一つあって、まあね、あれは実は1824年、1年前ぐらいにできてますね。あ、そうなんですね。で、その後、まあその近くの交響曲だと、まあ、ベートーベンの8番、もう一個前、ベートーベンの8番だと、はいはいはい、あれもまあ1814年とかなんですけど、うんうん、あれ30分ぐらいしかないんですよね。そうですね。短いですよね。あれはすごい短いですよね。はい、これの後にあの曲ができたのかと思ったら、ね、本当ですよね。で、その後1833年とかだと、メンデルスゾーンのイタリア4番、はい、交響曲4番、あれもだいたい30分ぐらい。そうですね。聞きやすい曲です、ね。そうですよね。はい、そうだからあのぐらいの規模感の交響曲の時代にあって、はい、やっぱりこのシューベルト の, このグレートだったり、まあ、大工もそうですし、うん、まあ、あと実はもう一つ幻想交響曲ね、ベルリオス、あれもまあちょっと長 い, いちょっとイレギュラーですけど、はい、やっぱあのこの3つは例外ですよね。例外ですね。例外の長さ、ね、長い長い、うん、確かに長い、うんうん、繰り返しが何回もあるから、そこをねいかに飽きさせないようにするかっていうのもありますけど、はい、そのあのシューベルトのすごいところは、メロディーラインがいろんなやっぱり調に行って色が変わってっていうのが、あ、そうですね、すごくやっぱり綺麗だし、 そうですね、そこが素晴らしいところ。またあのシューベルトのメロディーの才能といいますか、うん、あの調が変わったら、うん、なんか違う風に聞こえるんですよね。そうそう、本当にそうですよね。長さの話が出ましたけど、はい、実はシューマンがですね、はい、あの音楽と音楽家っていう本の中で、はい、あのこの交響曲について言及してまして、はいはい、この曲は、天国のように長い、まあ素晴らしい長さっていう 略もあるんですけど、うん、天国のように長い、うん、でまあいろいろあって、全曲にみなぎる豊かな感じも、どれほど人の心を爽やかにすることだろう、この曲は永遠の青春の胚芽を含んでいる、ああすごくこう幸せな時間を味わえるみたいなね、うん、ことをおっしゃってるんですけど、でその本の中でさらにもう一つ、実はあのホルンのことにもはいはい、言及してまして、はい、2楽章の途中でですね、うん、あのちょっと曲の雰囲気が変わるところで、あの弦楽器とホルンがこう対話をするところがあるんですけど、はい、そこを、シューマンはですね、この中で、ホルンが遠くから呼ぶ声のように聞こえてくるところがある、これを聞くと、僕はこの世ならぬ声を聞くような気がする、うん、この世ならぬ、この世ならぬ、この世ならぬ、ね、そうして、天の賓客の忍び足で、通ってくる音を、傾聴するかのごとく、全楽器は旗と止んで耳を澄ます。そう、もう大絶賛してるわけですよ、この部分素晴らしいと。そう、ここホルン奏者的にはまあ、すごく見せどころなところでもあるんですけど、す、ね、聞きどころとしてはですね、はいはい、ずっとホルンは、いわゆるピアノのミの音を吹いてるだけなんですけど、弦、はいはい、楽器が後ろでハーモニーがちょっとずつ変わっていくんですね。あ、だから同じホルンはミを吹いてても、この弦楽器のカラーが変わっていくことで、はい、和らいだりすごく緊張したりっていうニュアンスがこう移り変わっていく、はいはいはい、それが素晴らしい、もうまさにシューベルトだなってところですね、うん、未完成交響曲と、あ、でも、でもね、あの、そういうクラリネットとオーボエの2楽章のソロで、はい、伸ばしてるだけなのに弦楽器の伴奏が変わってすごくカラーが変わるみたいなね、はいはい、すごくここやっぱりシューベルトらしいなって僕は感じてますね。そうですね、はい、確かにグレイとホルンといえば、うん、もう冒頭のことしか僕は知らない。そうですね、うん、まあ、この始まりもやっぱり画期的ですよね、はい、ホルンだけ で, だけで、はい、なかなかないですよね。なかなかないんですよね。で主題を吹いて、はい、この始まりがやっぱり画期的で衝撃的だったこともあって、この後、
あのブラームスのピアノコンチェルトとかも、あのホルンがポーンって始まってピアノが応えてみたいな始まりだったり、はいはい、まあ、あとシューマンの交響曲1番の春とかも、ね、あのまあ、あのトランペットも一緒だったりすることもあるんですけど、ホルンとかから、主題がポーンって始まってっていう始まりを真似する作曲が出たぐらいやっぱり画期的な始まりだったんですよね、うん、スタートそうなんですよ、ちょっと責任重大ではあるんですけど最初がいわゆる8小節でできてる、クラシックのね、はいはい、基本は8小節で、ね、まあ大体4小節足す4小節っていうことが多いんですけど、この始まりは実はちょっとイレギュラーで、はい、まあ3もしくは2足す1で3-3-2みたいな、あ、うん、ちょっと割り方が変なんですよね、はい、普通のと、はい、うん、なんかそこもすごく面白いところですし、この主題の、うん、なんかそういういろんな思いを馳せながらいつも吹いてますね、この始まりが、はい、最初はいろんな思いを馳せて吹いてると思うんですけど、うん、最後の方になってくると、うん、最後になってくるとなかなかやっぱり長いなそうですね、そういう、だから奏者側としては、そう、奏者目線としては、ね、それはいいな、うん、僕らの木管楽器はまだ、うん、いいんですけども、うんうん、ホルンなんてそう考えたら、うん、じゃあ本当に一番最初から一番最後まで、うん、そうですね、吹きっぱなしなわけじゃないですか、かなり吹きっぱなしですね、なんかきつい系の曲なんですかね、うん、そのそうですね、なんか聴いてる方からすると、うん、すごい幸せな曲で、うん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 、そんなことはみじんも感じないんですけどこの曲テイドアなので、はいはい、いわゆるホルンだと聖管っていう、はい、昔のナチュラルホルン、あの何もこのバルブがついてない時代のホルンなので、うんうん、はい、聖管っていう管を使うんですけど、はいはい、聖管は結構、ホルンのその快感の中では長い方の管で、へ、うん、まあ実は音の高さで言うとそんなに高くない、うん、あ、うん、そうなんですね、だからまあ音域的に言えばそんなに大変じゃないんですけど、はい、まあ吹いてる時間がいかんせんやっぱり長いので水を抜けないんですよね、ホルン的には。それは大変ですねそういう苦労は実はあったりするかもしれないです、ね、そこももしかして水と関わりがある、高速水抜きがいるかもしれないですね、そういうことだったんですかね、そうなんですよ。バーメルトさんでシューメルトといえば思い出すのは、僕はあの60周年記念の時の未完成と、 あとブルックの7番、はい、うん、やりましたね、あの時もありましたね、はい、こう言ったらあの手前ミスですけど、はい、あの演奏会はちょっと神がかってましたね。いや本当にそれはね僕も思いました。そうですよね、なんか、まあ、いろんなものがあったと思いますね、うんうん、60周年っていうこともあったし、ね、久しぶりの、来日でしたしね、多分コロナになって、うん、コロナ明けての初めてない中で作曲首席指揮者のバーメルトさんがやっと来れた、うんうんうん、それでまあいろいろあってプログラムも変更とかになってたけど、うんうんうん、とにかくこれお祝いしなきゃっていう、うんうんうん、まあ、僕らの気持ち的にはね、ありましたありましたあったと思うんで、うん、まああれはなかなか、僕も手前味噌ですけどあれはいい演奏会だったなと未だに思いますねそうだからそれがまたねきっと今回垣間見えるんじゃないかなっていう、ね、期待が、うん、このね、収録してるのは実はまだリハーサル前なの で、 そうです、ね、ちょっとどうなるかはまだ分からない、分からないところ、僕らも楽しみにしているところ、うん、そうですね、どうなるかなと思ってます、はい、どっちの世代でしたか、未完成が変わってんのかなこの辺で。いや変わってます、変わってます。あ、そうなんだ。僕、うん、未完成のスコア、うん、持ってるんですけど、うんうんうん、そのスコア実は母親が買ったもので、おまだ300何円とかっていう感じですね、スコアね、あったね、そのね、うん、それには未完成の番号は7番になって、そうなんだ、もう多分最近だとあれですよね、うん、山田さんのスコアだと、僕のだとグレートが7番って書いてあったけど、あれは要は
未完成を入れて、未完成とかもう一個入れて番号を通した時が、はいはいはい、どっちだ、9番8番とか9番っていうね表記もまあありますよね、ありますね、うん、なんか成立に関してこう、うん、多分学者の先生がね、うん、であとこう整理した時のね、うん、あの方の、 あの番号の付け方によってね、そう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 違ったりするので、まあじゃあそうですね、うん、僕認識としてはだいたい7から9のどれですね7から9のどれかですよね、うん、8括弧9とか8括弧7とかね、まあ、そういう書き方いろいろありますよね、うん、譜面にはシンフォニー陰性陰ね、はい、波長調としか書いてないわけで、はい、うん、ね、このプログラムにも、はい、ね、あえて番号書いてない、ね、ね、きっとうまいことやってる感じしますね。ありますけど、まあ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 、ザ・グレート、ザ・グレート。で、まあ、ね、このあれですよね、D944 っていう 分、 そうです、ね、分類番号というか、ですね、僕らでも、まあ、割と曖昧な認識でいると。そうですね、ということですので、うん、この論争をする際には、うん、ぜひこの動画を参考にしていただければと思います、はい、第650回、定期演奏会は2月4日土曜日、夕方5時から、5日の日曜日お昼の1時から、どちらも来たらで、はい、そして東京公演はですね、2月9日の木曜日、19時開演サントリーホールにて、ぜひ皆様、お越しいただければなと思います、はいはい、お待ちしております、はい、お待ちしてます。